安居神社は大阪市天王寺区にある神社。旧社家具は孫社。安居天馬宮、安井神社とも言う。真田信重が討ち死にした地である。創建年は不詳であるが、当社は少なびこなの人が祀られており、天行五年から菅原道真が祀られるようになったと伝えられている。菅原道真が大宰府に流される時に、 風待ちのために休息を取ったためにその名がついたという伝承がある。また、四天王寺の僧が当社で夏暗挙を行っていたので暗挙となったとも言う。慶長20年の大阪夏の陣の時、当社で真田信竹が内死にしている。江戸時代、大丸の創業者である下村彦右衛門正弘がよく信仰していたことから、大丸天神と称されることがある。 明治時代になると尊者に列せられている。1945年3月13日14日に行われた第一回大阪大空襲により、全焼するが戦後に復興した。明治時代に書かれた大阪見物では、当社は菅原道真ではなく、少なび粉の神を祀る神社であり、道真が休んだから暗居となり、近くに天皇寺七名水の井戸があることから、 安いとなったと伝えられるが、交渉がないため信じられない、としている。境内には桜や萩などがあり、茶店もあって、見晴らしが良く、遊郭も多かったという。摂津名所杖、何は名所杖でも花見の名所として選ばれている。暗挙天神社1800年代。南き亭、宝雪、が桜の名所でもあった。広重、何は名所杖、安い天神山花見当社は、 情報落語の天神山の話の舞台としても登場する。同じく登場する一心寺とは国道25号を挟んで向かい合わせにある。ありがとうございます。